早い攻めできました。そうですね、米本選手はサーブを打った後の準備だったりその読みってのはすごくいいのでサーブを打った後の動きを見ていてほしいですね。昨日はこの早い展開で福満ヨナを圧倒しました。米本、そして松友、田中です。大きな展開に変わっています。高橋のボール拾う、田中、米本、後ろから米本です。ここで田中が後ろ、もう一度田中後ろからです。守りの体勢に入っている向こう側、2ポイント続けて取りました。実はこの両ペアは今年9月に行われましたジャパンオープンのベスト4準決勝で戦いました。この時は高橋松友ペアがストレートで勝ちました。なかなか田中が後ろに回ることができなかったんですね。そうですね、米本選手も前の前衛がとにかく圧力を感じるぐらいプレッシャーを与えることができるんですね。そうなるとやっぱ後ろに下げたくなるんですよね。その中で立ち上がり3連続ポイントになりました。ね、もう田中選手落ち着いてますね、はい、初めての決勝の舞台とは思えないですね、米本のポジショニングも注目してほしいという話が小倉さんからありました。このサービスを打った後やはりすぐにレシーブの体勢を整えていきます。立ち上がり4連続ポイント。高松ペアはどうですか。そうですね、やっぱり前半いい形で入れていないので今のミスも少しちょっと浮いたんですけどそれを狙いにいってのミスですね。少し気持ちがやっぱり焦っている部分はありますね。初めて高橋松友ペア、これねやっぱり1点取ると気持ちの面で少し落ち着けるのでこの1点で流れが少しはいい方に来たと思いますね。さあ松友のサーブです。ショートサーブは手前だ。サービスラインの手前に落ちてしまいました。サービスオーバー。今のミスはどういう現象なんですか。そうですね、ちょっと今大会松友選手がショートサーブにあまり自信を持って臨めていないっていう意味で少し怖さも出ているのかなっていうふうに思いますね。高橋後ろの形です。攻撃の形は高橋松友、高橋が前、体勢を整える米本、田中。いいコース打ちますね。もう高橋選手は本当に四隅もしっかり狙えますしまたピンポイントに肩口だったり、はい、体のボディラインもしっかり狙えるのでこういうふうに外側がねやっぱり空いてくるんですよね。今度は高橋のサーブです。奥に行った。米本のタッチ数が多くなっています。立ち上がりです。田中、田中が後ろです。ここで強打が来ました。高橋松友としては米本を後ろに下げたいというのも狙いの中であるんでしょうか。そうですね、どちらかというともう田中選手が後ろから強打がありますしまたシングルスもインカレチャンピオンなんですよね。なのでシングル力もありカバー力もある中でドロップショットっていう前に落とすショットもすごくいいんですよ。そういうところで後ろに下げたくないっていうのもありますね、田中選手を。今度は田中後ろになっています。ネットに当たって入っています。いや失礼しました。サービスオーバー。高橋松友ペアのポイントです。ネットを越えませんでした。この2人は基本的に松友が前、高橋が後ろという形です。後ろから大きな展開です。米本が下がっています。マストムが後ろから続ける。高橋4ポイント差になりました、ね、すごくね、いい形を作ったんですけどね。でもなかなかその米本、田中ペアがレシーブがすごくいいんですよね、そこを崩していきたいいきたいってやっぱ気持ちが先走って今ちょっとサイドアウトしましたね。
1ゲーム21点選手です。前に出てきた、速い動きの米本、こういう風な動きですよね。今少しね、ここで高橋選手がねちょっと体勢が崩れている状態だったので、それを見逃さず前に出ましたね。ちょっと逆を突かれましたか、松友。松友としては今前に出ようとしたんですか。そうですね、松友選手は前に入りたいっていう意思があるので、前衛の動きの方が得意なので、そこをしっかり見てましたね。田中見てましたか。はい、で打つふりをして後ろに打ってるので、ちょっとフェイントもかかってますね。6ポイント差になりました。田中が前でさばく。守備の形は米本、田中、珍しくミスになりました。少しラケットの面が切れましたね。サービスオーバー。切れたというのは、はい、ちょっと外側にラケットが向いてしまって、サイドラインに切れてしまった。もう少し内側に打っていたら入ったかもしれないですけど。高橋のサーブでポイント。5-9。高松ペア今日初めての連続ポイントです。高橋が打ち合う。ここで松友、ネットを越えず、ね、越えましたか。はい、ですね。さあ10ポイントに先に米本、田中が達しました。この白帯ギリギリはやはり各選手狙ってくるんですね。そうですね。でもなかなかやっぱり狙ってたとしてもネットインってなかなかないんですけど、でもやっぱり気持ちが乗っている方に、はい、あとは風向きが向こうからこっちに吹いてるっていうのもありますけど、今のは入っています。ギリギリいっぱい。今のもしかしたら風で戻ったかもしれないですね。さあ松友のサービスです。先ほどフォルトがありました。そうですね、ここショートサーブ打てたら打ってほしいですね。少し長めに行きました。マストも下げます。前衛同士が下がる展開が立ち上がり多くなっています。米本、松友が後ろで打ち合います。これ高橋、少しペースを変えてきている高橋、松友。ポイントは米本、田中。11ポイントに先にどちらかが出しますと1分間のインターバルが入ります。先に米本、田中が取りました。立ち上がりいきなり4連続ポイントで始まりました。そうですね、流れも本当に出だしがすごく良かったですし、はい、またね作戦がうまくいってますね、米本、田中ペアは。どういったところでしょう。比較的松友選手を後ろに下げようというところがしっかりできているなと、2人がやりたいことをしっかりとできている感じですね。でなのでそのいつも その高橋松友ペア そのコンビネーションっていうところを崩されているので、やっぱり少し例えば高橋選手が前に行っても後ろがちょっと気になっているようなところがあったり、やっぱりなかなか自分たちの思い通りの攻撃ができていないですし、させてもらえてない状況を作られているので、なかなかコンビネーションが生きてきてないですね。高松ペアは今の得点表を見ますと連続ポイントが1回しかないんですね。そうですね、やっぱりサービス周りって本当に大切で、はい、そのサーブでいかにこう点数を取っていくかによってリズムが出てくるんですよね。そうすると点数も取っていけるんですけど、はい、なかなかねサーブがミスをしたり浮いてしまったりっていうところで連続のこのリズムが出てこないですね。あ、今度は田中のサービスミスになりました。サービスオーバー。高橋のサーブです。下げます。やや高橋のショットも
大きくなってしまいました。サービスオーバー。でも今のレシーブは田中選手が全然引いてないですね。もう、あのレシーブの位置を見てもらうと分かるんですけども、真ん中ら辺でしっかりと前でさばいてるんですよね。そうなるとスマッシュ打った後の対応が遅れるんですよ。米本のサービスのところでポイントを取りました。この米本のサービスで始まっていきなり4連続ポイントでした。第1ゲームです。ここも相手のスピードが速いですね。タッチが速いので、はい、あの追い込まれた状態になってますね。こういったショットが高松ペアは非常に多くなっています。14-7 7ポイント差。田中が後ろの形を作っています。マットも下げる、落とす。米本が今度は後ろ、かなり米本、田中ペア、そして高橋、マストモペア、奥行きも幅も両方を使ったようなラリーが続きました。そうですね、あのしっかり後ろあのサイド、まあ、右左と振ってるんですよね。そういうふうに大きく振ることで相手のスマッシュの強打が、はい、なかなかあのいいスマッシュが打てないんですよ。なのでしっかり振ってからその後攻撃の方に持っていくっていうレシーブができてますね。マストモのロングサーブがありました。角度がありました。いいコースですね。今のも、センターライン待ってましたね。高橋選手がサービスオーバー。そこの右肩口、すごく取りにくいところを打ってますね。昨日もあの大きな展開を嫌がってなるべく早く低い展開に持ってきたかったという米本、準決勝でしたが、ここもゆっくりの展開からあっという間に早い展開に持っていきました。ああ、まっすぐ久しぶりにいい形が出ました。この形が出てくるといいんでしょうね。そうですね、高橋選手のスマッシュのコースもやっぱりいいですね。ここいい体勢じゃなかったんですけどね、その次の対応が早かったですね。一歩目の出だしが非常に早かった。さあ、松友のサービスのところでポイント。今みたいにあの松友選手今すごくリズムよく自分のペースで相手の球に対して迎え入れる感じでいってるんですよね。ああいう風なリズムが出てくると、またあの松友選手 の, あのスピードも上がってきますし、そうなれば高橋選手も引っ張られるので2人のリズムが出てくると思いますね。米本、田中が先に15点には達しています。奥に高橋、マストモ、マストモがここから打つケースが今日は非常に多い。入っています。 いいクリアですね。あのマストモ選手もね、そんなにパワーがある選手ではないんですけど、やっぱりあのストロークがすごくいいので、あの何を打ってくるかわからないんですよね。そこで崩せるだけのストロークを持ってますし、またあのピンポイントに本当ギリギリのラインを狙えるんですよね。初めての3連続ポイント。ああ、早い展開で変えました。これは意識的に米本、田中は考えてますか？そうですね、これもサービス回りですね。高橋選手が上げた球に対して、やっぱりね、あの甘かったですし、またあのショートサーブがなかなかね、あの松友、高橋ペアが打ててないので、後ろを狙ってますよね、ロングサーブを。ショートサービスの効能というのはどういうものなんですか？そうですね、まあ、基本的にはやっぱりショートサーブから入りたいんですね。こういうサーブですね。はい、これはうまい処理ですね。あの一度フェイントかけてますね。ストレートの方にあの相手を引きつけてから、あの自分の間を持ってフェイントをかけて打ってるので、相手の選手も全然動けなかったですね。リードは4ポイントです。米本、田中、ここですね。やっぱりショートサーブ自信がないと打てないですからね。さあ、マストモのサーブ、少し間がありました。ロングラン、マストモ狙い続けます。
橋後ろに行った。大きい展開に変える。前衛同士の打ち合いは松友にミスが出ました。高橋松友ペアもね、あの2人のいいコンビネーション出たんですけどね、でもそれを崩していきたいんですけど、あの米本田中ペアの、ね、レシーブがとにかくいいですね、はい、今日あれだけ後ろまでしっかり返されると、はい、やっぱりね後ろから打ってるあのペアからすると、まあ、距離も長いですから、ね、ネットになのでスマッシュを打っていてもなんか打ってる気がしないんですよね。自分たちであのこういう風にゲームを作っていけば攻撃の段階で崩せるっていうのはやっぱイメージがつけなくなるので、はい、それぐらいレシーブいいですね。下げました田中。あ、非常にこう手出しが早かった梅本。さあ6ポイント差18点に乗せてきました。笑顔が出ます。はい、もう前衛、あ、前衛ももちろんそうなんですけど、あのミックスもやってまして、あのスピード感だけじゃなくて、あの肩の、あのすごく可動範囲が広いんですよね、はい、なのであの守備範囲がすごく広い選手で、だから高さにも対応できるんですよね、前衛で。そこがレシーブの良さにもつながってるんですね。そうですね。これも奥まで返す。あっとちょっと手前に狙ったんでしょうかね。そうですね、でもちょっと迷いましたね、あの後ろに上げるか前に落とすかのところでちょっと迷いが出ましたね。米本田中はいい感じで進めています。しかし高松ペアはここ踏ん張りどころ。高橋のサーブです。下げます。米本の速さばかりが目立ちます。今高松ペアとしては2ゲーム目3ゲーム目まで見据えて修正をかけようという感じなんでしょうか。そうですね、もうここはもう点数的にも少し離れてしまっている部分もあるので、とにかくその2ゲーム目に引きずらないようなゲームを作っていかなきゃいけないと思うんですよね。今はあのイメージとしては少しこう追い込まれているような状況を自分たちはちょっと感じていると思うので、そこをどうにかしようと考えていると思いますね。田中が後ろから松友の素早い前への詰めというのはほとんど今日はありません。あの昨日高橋も話をしていましたが、準決勝2ゲーム目を落としました、まあ、落としても次のゲームにどうつなげるかということを試合の中で考えていたという話をしていました。やっぱり終わり方というのも大事なんですか。そうですね、やっぱりあの次のゲームにつなげるためにそのやっぱイメージが一番大切だと思いますね。やっぱりやられていることっていうことも、まあ、反省して変化もしなきゃいけないと思いますけど、でもやっぱり自分たちがこういうふうにすれば決まるっていうような最後のフィニッシュの部分が見えるか見えないかはすごく大きいと思います。ただそれをなかなかさせてもらえません。松間が後ろです。20点に達しました。ゲームポイント米本田中。高松ペアは2人でどんどん攻めることを今大会のテーマにしています。一方米本田中は2人で戦うという気持ちが非常にうまくいっているという話。役割もしっかりここまで果たしてゲームポイントを迎えました。とこの連携ミスというのは、ね、ここはやっぱり米本選手が、ね、前に、はい、出たいっていう、まあ、前衛と後衛に分かれている部分でその前に出ようとする動作を、いつもだったら多分田中選手が取っているんだと思うんですけど、そこの連携がうまくいってなかったですね。ギリギリで拾いました。早かった。ここで松友前、いや出てきましたね。松友選手の今の読みもすごい良かったです。やっぱポジショニングがいいですよね。あそこのクロスに引っ張るという考えってあんまりないんですよね。ストレート側に普通は寄るんですけどね。気づけば前に松友という感じでした。そうですね、全体的に高松ペア前の位置で取りますが、ポイント米本田中。第1ゲーム米本田中が取りました。
米本、田中にとってはいいスタートです。そうですね、もう本当にイメージ通りあのプレーが運べてると思いますね。もうしっかりとレシーブも返ってますし、でまたポジションがいいですね。あの前に前に出ていくようなポジションで、またレシーブの位置もすごく前なんですよね。なので相手の選手からするとすごく速いタッチで返ってきているなっていう感覚はあると思いますね。なので準備に遅れてしまいますね、打った後の。あのジャパンオープンで対戦したときに高松ペアに何がうまくいかなかったのかと聞きましたら、あの1球1球の返球に対して全く対応できなかったのがダメだったというふうに今後ろにいます田中が言っていたんですけども、そういったところの備えというのが今日はしっかりできているわけですね。そうですね、もう1球1球出すときにその自分たち の, あの打った後にどういうふうなあのプレーにしていくかっていうのが明確に分かって出しているんですよね、こういうふうなショットも。なので自分たちが思い通りにあの主導権を握りながらプレーは運べているという実感もあると思いますね。さあ第2ゲーム取れば米本田中初優勝ということになります。高松ペアを破ってという意識というのも当然あると思いますが。そうですね、あの特にあの高橋選手と同い年のが米本選手なんですけど、やっぱりあのジュニアの世代からずっとあの追いかけているような関係なんですけど、その中でやっぱり悔しさも味わいながらで、特にこの1年2人がすごく変わったところを聞いたときに、まあ、悔しさをバネにしてこの1年変わりましたっていうことをコーチが話していたので、そういう部分ですごく1年間成長していまして、でまた今大会は A 代表にもう出がいでも入りたいっていう気持ち、強い気持ちがあるので、そういう意味ではこの総合っていう大会にすごく照準を合わせてきているんですよね。今映っていたのが佐々木翔コーチ、今年のリオデジャネイロオリンピックに出場しました、はい、今シーズンをもって現役を引退されました。おととしのこの全日本総合のシングルスのチャンピオンです。かなりメンタル面の指導というのもしっかりとされているようですね。そうですね、特に指導しているのは女子シングルスみたいですけど、でもメンタル面、トレーニング面っていうところをサポートしているみたいで、まあ、佐々木さんが言うには本当に自分の言った言葉に責任を持ちなさいということを選手に伝えていますと言ってましたね。さあ第2ゲームです。手前米本田中が取れば初優勝。やはり高橋松友も前の位置にいます。もう出させないという狙いは立ち上がり見えました。松本選手も2ゲーム目ちょっと変わりましたね。前で前で処理をするようにはなってますね。全体的にポジショニングはやっぱり高くなってるんですね。そうですね、レシーブの位置が前には来てますね。さあ今度は松本のサーブです。こちらからですとショートサーブかどうかというのよくわかります。あっとこのショートサーブがこれがどう気づいてしまうかっていうところですね。まあ、一番最初にショートサーブミスをしたことで、やっぱり一度ミスしてしまうと次サーブする時怖いんですよね。なのでこの2本目なので引きずるか引きずらないかすごく大きなサーブになってしまいましたね。ですからこのサーブが入りませんと連続得点というのは当然できなくなるわけですからね。そうですね、やっぱり本当それだけサーブというのは大切なので、はい、これでも高さ良かったですね。今もマストモも低いところを狙ってきました。ネットでした。高橋の鋭いショットです。そうですね、パワーありますからね。また重さがあるのでやっぱりしっかり体をつけて打たないと弾かれてしまうんですよね。さあ今度はその高橋のサーブ。米本が後ろです。また米本後ろ。ペースをいろいろ変えます。前に落とす。鋭いショットでしたね。マストモ選手のスマッシュが
キレがすごく良かったですね。あ、そうですか。69回ラリーが続きました、ね、このショット良かったですね、はい、そうなるとやっぱ、ね、上がってくる球が甘くなるので、高橋選手も前衛で山が張りやすかったですよね。打ちやすくなるわけですね、はい。さあ高橋マストもポイント先行、久々に高橋マストがポイント先行という形になりました。サービスオーバー、まあ、ゲームの序盤というのはこう必ずしもその勝負に直結しない部分というのもあろうかと思いますが、米本のサーブです。米本のサーブはショートサーブが非常にいいものがあります。自信持って打てますからね、ショートサーブ、ショートサーブです。マスも前に来ました。攻撃の形、高松ペア、米本下がる、前に来た、この速さです。第1ゲームも終盤にこういった形がありました。ですね、ここの田中選手の処理がちょっと甘かったですね、はい、そこを逃さず高橋選手打ってますね。高橋の角度もありました。さあ松友のサーブ、先ほどショートサーブが失敗になりました。奥、ちょっと打ちにくい高さでもありますからね、しっかり沈めないとバックアウト、しかも向こうのコートから飛ぶコートなので、はい、打ちにくさはありますね、向こうからは。少しこう奥側から風が吹いているというのが今大会共通しています。代々木第二体育館、今度は田中のサービスの番です。田中は下げるサービスを打っています。サービスオーバー、5-4。松友の下がりながらの対応です。高松ペアとしてはこうどういう展開に持っていこうとこの第2ゲーム考えてるんでしょうか。そうですね、やっぱり自分たちがでもそのやられていることっていうのが分かっていると思うんですよね、はい、そうならないように持っていこうとはしていると思いますし、あとは長いラリーになった時の根気強さですよね、そこはすごく思っていると思います。この形が高松ペアの強い形です。松友前、あっと難しいところです。そうですね、いいコースですね。今のもね、やっぱり甘くなってるんですけど、はい、決めたいっていう気持ちが強ければ強いほどネットに引っかかりやすいんですよね、そこまたいいコースについてますね。今のところ米本田中がいい形でゲームを進行させています。セーノードのサーブ、今度田中は下げます。米本後ろ、もう一度米本後ろ、マストも前に来ました。落とす、するりとマストも前はアウトです、ね、うまいことは崩してはいるんですけどね、高橋マストのペアもすごいいいコースにスマッシュも打ってますよ。ここからマストもがこの後出てくるんですが、はい、ここですね。でもここもう少し内側に入ったらもうマストも選手にぴったり合ってたと思うんですけど、本当コースをしっかりつけてるんですよね、田中選手が。なのでその分ちょっとシャトルもね少し浮いてしまうような形になりました。そうですね、やっぱ手だけで打ってしまうとなかなか沈まないので、すごく田中選手の
レシーブの処理が良かったですね。米本のサーブ続きます。パスも下がる。よく拾っている米本田中。早いタイミングで向こう側高松ペアが打ち込んできました。その前 の, あの前後に揺さぶってるこのショットですよね、はい、前に動かされているので後ろに下がりながらレシーブしてるんですよね。そうなるとやっぱ後ろに体重が乗っかるのでなかなかレシーブも力が入んないんですよね。さあまた松友のサーブです。少し長めのサーブが多くなってますね。そうですね、こう2球ミスをしてしまったのでそこのイメージがなければいいんですけど。また奥を狙います。田中マストモが逆を突かれますが対応します。アウト。ショートサーブを使う一番の狙いというのはどういうことになるんですか。そうですね、自分たちの攻撃からスタートができる。まあ、ロングサーブを打てば相手がスマッシュを打つので守りから始まるんですよね。なのでショートサーブ、いいショートサーブを打てば次上がってくる相手の処理によってですけど低い打点で取れば自分たちのショートサーブから攻撃の展開に持っていけるんですよね。そういった意味でショートサーブがすごく大切にはなってきますね。長いサーブ、ただ強いリターンはさせませんでした。攻めも早かったですね。さあ松友のサービス周りで連続ポイントになりました。これで同点、はい、1ポイントリードを失礼しました。レシーブしてからですね、ここ上げてすぐ攻撃の体勢に入る、このスピード早かったですね。高松ペア1ポイントリード。8対7です。米本がなかなかこのゲームは前に出てこれませんが、田中のショットいい角度でした。もうカウンターですね、はい、今のもシャトルが浮いたんですよね。それまではねレシーブ下で下から上にこう上げるようなレシーブだったんですけど、はい、ちょっと浮いた隙を狙って今ラケット立てた状態でいってるんですけど、この後ですね、はい、こうなるとね上から打てるので相手からするとスマッシュをスマッシュで返されているような感覚になるんですよね。まさにカウンターという形ですね。そうですね。どうでしょう、第2ゲームのペースという意味ではどちらが握っているんですか。そうですね、お互い互角にペースを、まあ、どちらかっていうのもなく、はい、ゲームを運べていると思いますね。第1ゲームに比べますと米本が後ろでプレーする時間帯が少し長くなっている印象があります。そうですね、少し下げられている印象はありますね。ここも田中が前です。そして米本出ようというところで高橋の強打。いや、高橋選手もすごく見てますよね。ポジションが米本選手前に出たんですよね、はい、そうなると後ろでだったら今のスマッシュも取れるんですけど少し前なので食い込む位置に打ってるんですよね。そこのポジションを見てますね、レシーブの。11ポイントに先にタッチしますとそこでインターバルです。逆に田中が速攻でした。少しサーブが浮きましたね。サービスオーバー。そこを逃さず打ってますね。さあ米本のサーブです。米本は非常にこうショートサービスがうまく、そうですね、サーブがとにかくうまい選手なのでその後の処理も狙えるんですよね。この後ショートサーブ、後ろ
マストモンの後ろです。ミスをさせられてしまいました。高橋マストモ先に11ポイント、2ポイントの差をつけてインターバルに入ります。この第2ゲームの違いといいますと、マストモのサービス周りのところで6点から連続ポイントがありました。そうですね、ここはどうでしょう、マストモ高橋にとって大きな点になりますか。そうですね、やっぱポイントを取っていく上では、かなりリズムができているとは思いますし、またロングサーブを打つときにもやっぱり、相手のリズムを崩してロングサーブを打てているので、なので思い切った強打を打たれないようなロングサーブのタイミングのずらし方はできていると思うんですよね。なのでなかなかその後ろだけを張れない状態にはうまく持っていけてるとは思います。米本、田中も今日もいっぱいに駆けつけたファンの大きな声援を受ける素晴らしい立ち上がりを見せました。一つ踏ん張りどころになりますね。そうですね、今ゲームの展開を少し変えられてるんですよね。さっきまでは後ろに下げて相手のスマッシュに対して対応できてましたけど、少し高橋松友のペアのレシーブもこうクロスが増えてきたり、クロスに打つ球が増えてきたりして、なかなか自分たちが攻撃を連続的にやっていたことがなかなかできなくもなってきていて、高橋松友ペアがこうゲームを少しこう変化をしてきてますね。さあインターバルが終わって11対9、2ポイント高橋松友リード。また下げる、2人が重なった。田中、ミヨネオはなかなか前行けません。ここも出させないマストモのショット。マストモ前に来た、低い展開から少し繰り上げ目に行きましたがバックアウトになりました。今レシーブをしている2人からすると穴がないなっていう実感をしていると思いますね。はい、でここでマストモがサッと前に来ました。はい、ここでクロスに、展開したんですけど、そこにマストモ選手がいるんですよね。なのでもうあえてそこを狙ってカウンターのつもりがそこを狙われるので、今はちょっと穴がないように感じていると思いますね。こういう手出しも非常に素晴らしい。マストモのサービスで3連続ポイント。ですからマストモがサーブを打って4連続ポイントと3連続ポイントが続いています。まあ、2人のスピード上がってますね、高橋マストモペア。はい、そうなると、レシーブのリズムも出てくるので前に前に出てくるんですよね。ショートサービスは決まりませんけども、こう押し込んでいくサーブが非常に効果的です。打ってきます、米本が後ろ、サイドのやろうと。米本が前に行って田中が後ろに行くという形は作れないのは今何が原因ですか。少しは下げられているっていうところもそうですし、意図的にそうされているっていうのもそうですし、やっぱり前に出ようとしたとしても、もう一度ストレートに後ろに返されるっていうので、なかなか前に出させてもらえてはないですよね。また松本のサーブ、今度は田中を狙う。守りに入っている米本、田中、攻めのリズは向こう、高松ペア。米本やはり後ろです。マストモが少しペースが上げる、クロスだ、ミスになりました。ようやくここでマストモのサービスでの得点が止まりました。これは米本、田中ペアにとってはラッキーだと思いますね。やっぱりね、風下っていうところもあると思うんですけど、押されているんですよね。相手の攻撃も一番後ろからスマッシュを打っている状況じゃなく、少し前のラインから高橋マストモペアが打てているんですよね。そうなるとやっぱ攻撃をするときに2人のリズムがすごく速くなるんですよ。
それとはもう比較的にあの米本、田中ペアが後ろに後ろに下げられているので、はい、自分たちが攻撃してもなかなか決まらない状況にさせられてますね。田中のサービス下げました。これも短いですね。短い、大きくクリア。ああ、いたところでした。さあ、ただ連続ポイントは米本、田中。これはでも珍しいですね。すっぽり開きましたね。この状態で、はい、2人とも右側に寄ってしまったんですけど、いつもだったらね、そこの連携がしっかりできてるんですけど、はい、こういうのって負けてる方がきっかけになったりするんですか？そうですね、まあ、迷いがある時とかはよくあのぶつかったり。サービスラインの手前でした。今センターラインが、サービスオーバー、多分あの左サイドに切れたっていう。あ、そちらの方でしたか。はい、アウトだと思います。こう対角に打っていく形になるんですけども、はい、クロスに打たなきゃいけないんですけど、ストレート側に落ちてしまいましたね。その今高橋のいる方に打たなくてはならなかったんですが、はい、それが松友のサイドの方に行ってしまいました。うん、3つになって高松ペアのポイントです。15点に達しました。高橋松友、もう今度田中が前に詰めていきました。ここもサービス回りですね、はい、やっぱりこう、ここから強打持ってますからね、田中選手も。でやっぱりこの本来の形がこの2人の持ち味でもあるので、その後 の、 あの米本選手の動きもすごく速いので、はい、前衛で潰せますよね。さあ、米本のサービスです。米本は今日一番最後にミックスダブルスのゲームも控えています。このミスも力が入っているミスですね。やっぱりこの1点取られたくないんですよね。なのでいいショットで少しこう追い込みたかったっていうミスですね。巻こうとした、米本らしいネット際。さあ、1ポイント差に迫ってきました。第1ゲームを取っている米本、田中よく手出しましたね、はい、この後の準備ですね。このここですか、はい、あ、もうあのまま打った後体勢が崩れた状態だともう次の対応を遅れるんですけど、米本選手は打った後の対応がすごく早いので、その処理がうまくできてましたね。ホーマスコがやはりレシーブで押し込んでいきました。マスモが後ろです。米本、マスモペース変える。低いボールもお互い混ぜ込んできています。なかなか松友、そして米本前に行くことができません。高松ペアは攻めの形作っています。攻め込んできて、うまく落とした。よく決めましたが、最後は高松ペア、やはり松友が前に来ていました。長いラリーが続きました。いや、素晴らしいですね、はい、ポジショニングもそうですし、あのもう高橋選手のね、緩急の使い方ですよね。全部高橋の方ですか、はい、100% のスマッシュを打ってるわけじゃなく、はい、今の崩した時って 100% のスマッシュを打ってるんですけど、ああいう風に全力で打つスマッシュとそうじゃないスマッシュを混ぜているので、相手のレシーブを崩すことができるんですよね。でそうなったらやっぱ松友選手のあの前衛の読みですよね。しっかりと2人がもう相手のことを考えてしっかり打ってますよね。次のことを考えて、まあ、勝負どころでは自分たちの経験が生きたというふうに昨日のあの準決勝、ね、福島広田戦のゲームを第3ゲームビハインドからの逆転を振り返っていました。
っぱりあの15対14の時にあの追いつかれ方をするとやっぱ精神的にはあの、まあ、相手のタッチも早かったので流れが米本、田中ペアの方に流れてたんですよね。そこをあのしっかりとレシーブをガチッと構えて本当にあれはもうメンタルの面でしっかりとあのプレーさせないようにプレーを運べたからあのここ1点取れたなと思いますね。次の1点も大きいですね。田中が下がります。田中後ろの形にはなりました。ただ十分な体勢で小倉さんなかなか打たせてもらえなかったんでしょうかね。そうですね。もう今のもねあの、まあ、レシーブいいですよね、はい、やっぱりでこれもねあのさっきまでの流れだったら米本田中ペアの方の流れに来てたのであの球って入ってるんですよね。だけど今あのここは勝負だってこう気持ちが入ってるんですよね、はい、そうなった時のミスだと思いますね。さあこの後の1ポイント1ポイント非常にこう大きくなってきます。後ろレアのサーブ、しっかり準備もできている高松ペア。まだ米本後ろ、なかなか攻められません。硬い硬い高松ペア。攻め込んでくる。今度は松本、主導権は高松ペアか。入りました。素晴らしいショットですね。まあどちらかというと米本田中の方が今のラリーを押されてたと思うんですけども、そうですね、やっぱり、ね、風下っていうのはやっぱり大きいですね、はい、なのであのやっぱりスマッシュが走ってるのは高橋松友ペアの方がスマッシュ走ってますし、でもよくそこをしのいでますね。あとはやっぱり守ってるだけだと絶対にダブルスって攻撃の方が勝つので、そういう意味でどこかで、はい、隙を見てカウンターだったりかわす球っていうのが必要になってくるんですけど、そこの本当にちょっとしたところで隙を見て田中選手が切り替えましたよね。82回のラリー、こちら側から風が向かってくる代々木第二体育館、それを制したのは米本田中でした。あ、大きい。これは米本田中大きい。この1点大きいですね。どうなんでしょうか、これミスとしては。そうですね、まあ、狙いにいってるミスではあるんですよね、でも米本選手のレシーブの処理がすごく良かったので、低い球で打ちたかったなと思うんですけど、それがネットに引っかかってしまいましたね。金メダリストを破っての優勝なるかというところで同点に追いつきました。でも今流れが米本田中ペアの方に来てますね。ファイナルに行ってしまうと高橋松友の勝負強さというのはこの大会も準々決勝準決勝は見せています。ここの1点は勝負ですね、はい、流れが少し米本田中ペアの方に来てるので。さあ田中のサーブ下げる、勝負どころではすごい勢いですね。さすがですね、またクロスの展開に変えてますね、はい、ストレートでずっと打ってましたけど、この高橋も相手に上げさせるショットでした、はい、であれクロスに打てばストレートに返ってくるんですよね、レシーブが。そうなると高橋選手が、ね、後ろで待ってるので、今のはしっかりと2人の連携が取れてましたね。
さあ一つ大きな山、高橋真友が取りました。田中が前にいます。と少し合わなかった。角度がある、二人とも非常に角度がある。高い打点から振り下ろしてきました。ここ2人が重なってしまいました。はい、少し、ね、甘かったと思いますけど、はい、この後のこれですね、もう、舛友選手の読み素晴らしいですね。舛友、高橋舛友という形で打っていきました。さあ19点に乗せました。21点取ればそのゲームを取ることができます。19対17。下げます。田中後ろ、受け切っている高松ペア。この強打アウトです。非常に難しいレシーブをさせました高橋。ね、もうコースも良かったですね。でもその前にも、はい、もうクリアだったりドロップで前に動かしたり後ろにっていうところをしっかりと、もう本当冷静ですよね。スマッシュばっかりではないので、そういうところで崩して相手のレシーブをいい体勢でレシーブさせてないですね。また勝負どころで3連続ポイント。表情は至って冷静です。一つしのぎました米本田中ペア。サービスオーバー。どうでしょう、高松ペアとしては今精神的な部分というのはまだゆとりがあるんでしょうか。そうですね、ま、そうですね、あるとまでは言えないですか。はい、でもそんなに悪い流れではないとは思っていると思うので、はい、米本のサーブ、中米本主導権がなかなかラリーで取れません。舛友が後ろから打ち続けます。また舛友、苦しい体勢のショットが続く田中米本。徹底的に深いボール、今度は前、また深い、ここも深い。いや、最後はアウトでしたが、すごい深いところに打ち込んできました。そうですね、もう今徹底してますね。舛友選手を後ろに下げるっていうことを2人徹底してますね。舛友を下げることを徹底しますか。はい、なので普通はクロスに打たれた球は、はい、ストレートに返すことの方が多いんですけど、それを無理にでもクロスの方に、舛友選手を後ろに下げる方にクリアを打っているので、そこを徹底してますね。やっぱり高橋選手が後ろに行った時の強打っていうのをなかなかそのレシーブが返せてないっていう実感も多分あると思うので、そういったところで舛友選手を前衛の方に回したくないっていう意図的にやってますね。さあ1ポイント差です。第1ゲームを取っているのは初優勝を狙うこの米本田中です。ここは勝負ですね。取らなくてはいけないポイントです。ショートサーブのいい米本、手の汗を拭いました。下げます。舛友が後ろから、高橋のレシーブもいい。あっとポイント、高松ペア。勝負はファイナルゲームです。第1ゲームは初優勝を狙う米本田中が21対16、
第2ゲームは連覇を狙う金メダルペア高橋松友が取りました。さあ勝負の第3ゲームです。高橋松友にとっての第3ゲームの一番のポイントはどこでしょうか。そうですね、やっぱ風下になるので2ゲーム目に合っていたレシーブっていうのが少し合わなくなってくると思うので、はい、最初の段階でそのスマッシュに対しての対応力っていうところがまずは大切になってくるかなっていうふうに思いますね。あとはやっぱりもう本当勝負のところでしっかりと抑えたから、はい、ファイナルゲームの方に行きましたけど、少しねあのまんま連続得点を取ってファイナルゲームに入っていたらすごくいいイメージだったと思うんですけど、少しイメージ的にその松友選手を後ろに下げられてっていうのをすごく感じてると思うんですよね。なのでそうなるとやっぱ高橋選手が、ね、後ろを意識しだしてちょっと穴ができてくるんですよ。そういうところをイメージとして残っていなければいいなっていうふうには思いますね。米本、田中は徹底して松友を下げる選択肢を取ってきています。あとはどう攻めに転じていくかですね。そうですね、形としてはすごいいい形ができていると思いますし、また2人の穴を見つけるようなそのゲームを作る組み立て方っていうのはすごくうまいと思うので、はい、そういう部分で崩していくっていうことがまずで、また風上になるので、ええとにかく自分たちの攻撃というか攻めていく形を作るっていうことが1ゲーム目は大切になってくると思いますね。どれだけ我慢して自分たちの持ち味を出せるかという話をしていた米本小春田中志保ペア。やはり米本の速さ、田中の強打、これが一つこのコンビの大きな持ち味でもあります。やはり勝負どころでは集中したプレーを見せてきたのは金メダリスト高橋松友ペア。これで高橋松友は準々決勝から3試合続けてファイナルゲーム、5回目の優勝か、向こう側初めての優勝か、最後のゲームです。21点取った方がチャンピオン。高橋のサーブからサービスフォルト、サービスフォルトになりました、まあ、シャトルの高さでしょうか。そうですね、肋骨の一番下よりも下にこのシャトルがすべて、はい、でまたロングサーブは取られやすいんですよね。やっぱりラケットが上がりやすいので打った後に、やはりまずマストも下げてきます。ああネットに当たって入りましたね、はい、でもやっぱり風上の方に入ってからレシーブ時がやっぱ少し前になりましたね。米本田中ペア、あ、向こう側のサイドはレシーブの位置がやはり高くなるんですね。そうですね、やっぱり待てるんですよね、スピードが少し戻される形に向こう側のサイドとしてはなります。後ろから今度は高橋、米本わずかにオーバーです。いいコースでしたけどね、はい、ストレートのしかも体の、ね、使い方がうまいのでこう真ん中に打つようにここから体の向きですね、はい、最後はストレートの方にひねってるんですよね。なのですごくいい体勢では打ててましたよね。形は悪くなかったわけですね、はい、でもやっぱ風上になるので、はい、バックアウトはやっぱり出やすいですね。やはり松友は長いサーブを使ってきています。前でプレーができない第2ゲーム以降、後衛同士の打ち合いです。米本まだ米本が後ろ、ここで入れ替わる。
てこれ打つ。あっとネットだ。少し田中力入りましたか。そうですね、力入りましたね。今のはもうかなり前で打っていたので、はい、もう決めたい気持ちがありましたね。出てますね。出てましたか。はい、でもその前 の、 その高橋選手のあのカバーリングはもうさすがですね、はい。さあ高橋松友がポイント2つリード。3番、まあ、ビハインド劣勢の展開でも全く慌てることがなかったというふうに準決勝準々決勝を振り返っていましたが、田中後ろの形は作っています。横の関係サイドいっぱい。あ、もうかなりうまいですね。かなり角度つけました。はい、もうそのショット自体もすごくうまいんですけど、今までねクリアを打っていて、ここですね、クロスのクリアを待ってましたね、はい、米本選手。あ、ですから自分の反対側の前の方に反応できなかったんですね。そうですね、なかなかああいうエースショットは取れないんですけどね、はい。およくここ離されずついていきました。これ米本田中は走らせていけませんね。そうですね、やっぱりサービス周りはすごく大切になってくると思うので、はい、今みたいにね1点取るっていうことはすごく大切ですね。さあ今度米本のサービスです。米本はショートサーブ非常にいいものがあります。長いボール、マストモを下げようというサービスから入ってきました。松友選手のポジショニングは素晴らしいですけどね、ストレートにいるんですけど、相手のラケットのフォームを見た瞬間に左サイドに動きましたからね。ポイントはしかし米本田中、米本のサービスでのポイントというのも今日は多くなっています。まず立ち上がりはマストモを下げるという形が続きます。米本が後ろ、あ、その前のプレーのところで米本がよく前で手を出していきました。そうですね、今の手の出し方も素晴らしかったですけども、はい、ここですね、その後のこの田中選手のこのドロップですね、もう本当にセンスあるドロップを打つので、体の力の抜き方も素晴らしいですし、あそこ普通だったら打ちたくなるんですよね、スマッシュ、はい、いわゆるこうラケットの面をこう切るようにして打ってカットですとか、はい、そういったものも非常にうまいですね。そうですね、本当にシングルスもやっていた選手でもあるっていうので、ストロークも素晴らしいんですけど、はい、状況判断ですね、今のは本当にスマッシュを打ちたいところを力を抜いてドロップショットって前に落とすっていう選択っていうのも素晴らしいですね、はい。追いついた米本田中、この女子のダブルスも男子ダブルスに続いて熱戦になっています。ロングできました。あっと、久々に田中が強度で攻め込んできましたがロングでアウト。アウトアウトってね、高橋選手が言ってくれたっていうのもあって、はい、しっかり見ましたね。ここで声がかかってるんですね。そうですね、声出してましたね高橋選手。寸でのところで返していきました。アウトですね。今のもサービス決まりませんでした。ちょっと今日はショートサービスをめぐっては両者うまくいかないですね。そうですね、やっぱりね、これで1点になってしまうので、はい、まあ、本当にこの1点で流れが変わる可能性もありますし、その後の自分のサービスに回ってきたときに自信がなかったりとかする可能性があるので、はい、今日は米本はショートサーブうまくいっていますが、田中、松友、そして高橋、いずれもショートサービスのミスがありました。さあ一つポイントになります松友のサービスでの展開です。第2ゲームでは松友のサーブの時に連続ポイントが2回ありました。
しかも大きな連続ポイントでした。入っています。素晴らしいですね。今の高橋選手、今の早い低い弾道の打ち合いでした、はい、ちゃんと準備してますね。ここからこの、まあ、前衛なのですごく早い球で返ってきてるんですよね。その処理が、あの次の構えがとにかく早かったですね。マストムが前にいます。手前の高松コンビ、間を打ってきた。さあ高橋松友が少しずつ引き離しにかかるでしょうか。2人ともねちょっと当たりましたね、ラケットが。かなり下げさせられたという形になりました。立ち上がりもう少し前でレシーブしてたんですけどね。そうですね、下げます。ウッド、どうしても田中が前、米本が後ろという本来とは違う形が多くなります。2人に松友が来た。あの松友が前に来る動きというのは、はい、小倉さん、相手にとっては相当プレッシャーになるんですか。そうですね、やっぱりあの後ろに下げたいっていうふうに思っている、はい、ここね、形から前に来るっていうのはやっぱりそのやりたいことが今度は相手がその先手を取って動いてきてるっていう意味でもすごく嫌ですね。4連続ポイントの高橋松友、攻めの形を作らせない高橋松友ペア。早い攻め、厳しい攻め、今日初めての5連続ポイント。米本田中ペアがねちょっと迷ってますね。あ、そうですか。2人の間が打たれた時にどっちが取るかっていうのがちょっとあの気持ちの面で消極的になっているってところがあると思うんですよね。今まではあの果敢に2人ともが出ていってたんですけど、よくさばいた。アウトです。バックアウトです。2人とも笑みが出ます。わずかにオーバーです。サービスオーバー。あの一番後ろのラインがこのダブルスの時はラインになります。本来の高橋松友ペアの形になってますね。はい、あとやはりこう攻め込んでくるスピードがありますと高橋松友も迫力ありますね。そうですね。本当にあのハーフラインからの攻めっていうのがとにかく速いので、あそこに捕まってしまうと最後フィニッシュまで持っていかれますからね。ミスになってしまって第3ゲームも高橋松友が先に11点に到達しました。あと10点ということになってきました。ここでエンドが変わります。これで風上風下が変わるということになります。さあ5ポイントのリードを保つということになりました女子ダブルス決勝の第3ゲームです。立ち上がり4連続ポイント、そしてサービス権を戻してからこの松友のサービス周りで連続ポイントが続きました。今日本ユニシス小宮山監督の少し声も聞こえてきましたが、20秒、たまに入ったの20秒、そこもチャンスがしっかりなって、コーチありがとうございます。コーチありがとうございます。坂森はここからね、無理しないという声も聞こえてきましたね。そうですね、やっぱりあの1ゲーム目は少し無理している部分はありましたし、我慢比べに関してやっぱり米本田中ペアの方が長いラリーを嫌がっていなかったですけど、でも今は逆に長いラリーを嫌がっているのは米本田中ペアかなっていうふうに思うんですけど、でもそこを決め急ぐと逆にミスにつながりますし、本当一回崩して次を狙うぐらい の気持ちでいけっていう意味だと思いますね。1本ではなくて2本3本とつなげていく、はい、さあ逆に米本田中がどう活路を見出してくるか。連続攻撃、
田中が前に出る。田中後ろです。押し込んでくる。連続攻撃は高松ベア。低い弾道のショットは最後はミスになりました。レシーブ対応してましたけどね、はい、でもやっぱりね、マスコム選手の前衛であれだけ手を出されると、本当にあのレシーブをしている側からするとなかなか穴がないですね。しかも打ったらすぐ返ってくるような感覚なんでしょうね。そうですね。またあの本当プッシュ打った後の対応も早いですし、やっぱりプッシュ自体もかなり前で打ってますからね。テイクバックもないですし。52回のラリー制しました高松ペア。得意の連続攻撃が出てきている高松ペア。今のもストレートと見せかけてのクロスだったでしょうか。ですね、あのストレートのここのロビングですね、ロブですね、はい、この高さがもう良かったですね。あのやっと自分たちの方に攻撃ができるっていうチャンスが来たとしてもいい体勢で打たせてもらってないんですよね。なのであの攻撃をしてるんだけど相手に逆に利用されてるような感じの攻撃になってますね。それは米本田中ペアですか。はい。ここ踏ん張らなくてはいけません。そうですね、あの相手からするともうハーフラインですね。ここも後ろまで帰ってないんですよね、はい、このハーフラインで全部ゲームがハーフから前でゲームを作れてるんですよね、高橋松友ペアは。そして米本田中のポジショニングを見ますと、やはりこう今の映像でも分かりますけどかなり後ろ寄りが多くなってますね。そうですね、そうなるとまた前が空きますからね。ここも下げられます。前で久々に前衛米本でポイント。この形が本当に少なくなってきましたもんね。そうですね、でも今やっといい形が、ね、はい、出たの で、 そうです、ね、これで、ね、ちょっと流れが変わるかもしれないので、こういうふうなあの自分たちの本来 の、 あの連携をしっかり出せると本当に流れが一つ変わったりとかしますから。これ点差は関係ないんですね。そうですね、もうここはもうついていくしかないですね、この点差は。今も前でさばいていきましたがサイドにアウト。さあ15点に達しました。小倉さん、選手たちは一つ15点というのをかなり意識するそうですね。そうですね、でももうこの点差の、まあ、8点差なんですけど、はい、そうなるとやっぱり今の気持ちとしては、はい、あのもちろんその残りの点数の意識はしますけど、あの高橋松友ペアからすると生き生きとのびのびとプレーができる点差ですね。向こう側高松ペアのポジショニングが非常に高くなっています。下げる。高橋が前を落とします。これ米本田中ペアがどれぐらいのポイント差になれば高松ペアは慌てますか。そうですね、13点ぐらいですかね、15対13ぐらいになると2ポイント差ぐらいですね、はい、かなりあの焦ってくるとは思いますけど、それまでに5点を取らなきゃいけないので、もう今は本当米本田中ペアは1点1点ということを考えた方がいいと思います。相手は金メダリスト。いや攻め込んでくる迫力がすごい。もう本当少しでもね食い込んだりあのレシーブが遅れたりとかするところを逃さず、はい、松本選手狙ってますよね、はい、高橋松友すごいスピードを持って攻め込んできました。さあ16ポイント21点取ればチャンピオン。うん、米本も少し表情を崩しました。
まあ、今の、ね、体勢だと後ろに打てないんですよね、あそこの喉あたりに打たれると。そうなると今度は前に打たなきゃいけないけど、前に打つと舛友選手がいるんですよね、はい、そしたらいいショットって考えるとネットに引っ掛けやすいんですよね。広く使ってくる高橋、コートを目いっぱい使ってきます。後ろから高橋、アウトです。ロングでアウトです。まあ、簡単に言うと2人でどんどん攻めていくというのが今大会の課題だというふうに高橋、舛友ペアは話をしていました。2人の形をしっかりと攻撃の形を作りたいってよく話してるんですけど、はい、そうですね、やっぱりレシーブからの攻撃の形ですね、そこをすごく重点に置いてるみたいで、やっぱりレシーブからいかに早く攻撃のスピードを上げるか、そこを考えてるみたいです。さらなる高みを目指してこの全日本を戦っている高橋舛友ペア、初優勝のかかる米本、田中、少し苦しくなってきました。力ありますね、高橋選手は本当に肩が強い選手なので、はい、あそこからしっかりとこう体を使って打ってるっていうよりも手だけで打ってるんですけど、あれだけスピードがあるクロスのスマッシュを打てるのは素晴らしいですね。今大会もファンの注目を一身に集めているこの高松ペア、点を取ることも考えているという高橋。さあここは一つ米本がポイントを止めました。サービスオーバー、10、18。今日は米本のサービスの時にはうまくいっています。田中にとってはこの日本全日本総合初めての決勝の舞台です。ボディを狙ってきました強打。さあ19点目高橋舛友、かなりいいコースですね。今のもバックハンドで構えてるんですけどね、はい、フォアハンドでも取りにくい位置に打ってますね。いや今は早い攻め、米本、田中ポイント。サービスオーバー、11、19。やっぱり3ゲーム目の最初にクロスのカットを舛友選手が打ってエースショットが決まってから、やっぱりあそこでやっぱイメージを引きずってますね。そこから2人 の, 田中米本ペアのイメージが悪くなっているので。ただ連続ポイントです、7ポイント差。お互いにこのネットすれすれ低い弾道のショットの打ち合いというのも見事でした。田中のサーブ、舛友も後ろから高橋、今日は高橋前衛でもいい仕事、後ろに下がった。ここはフ、舛友、高橋、舛友後ろから早い展開、高橋決まった。さあチャンピオンシップポイント、全日本総合2年連続5回目の優勝に向けてのチャンピオンシップポイント。サービスオーバー、20マッチポイント。再び世界での戦いも見据えながらこの全日本総合の頂点も狙ってきた世界の高松ペア。その高松ペアに対して第1ゲームを取っている米本、田中。
さあ松友のサーブ、田中、もう一度田中下げます、松友後ろからじっくり見て入りました。一つチャンピオンシップポイントしのぎました。このコートだとね、やっぱり風で戻るんですよね。再来週からのスーパーシリーズファイナルでの頂点も見据えてのこの全日本総合、高松ペア6ポイント差、14-20。米本、田中も2人でという気持ちを忘れずに戦ってきたというこの全日本総合、強力な相手を前にファイナルゲームまで来ました。松友のレシーブ押し込んでいく、高橋、松友前で決めた、高松ペア全日本総合連覇。金メダリストの力を存分に